はい、皆さんこんにちは、カゼントです。こんにちは、タケです。最強投資ランキングやっていきたいと思います。はい、やっていきましょう。はい、まあね、野手ランキングもやりましたけども、投手、どんなランキングだと思いますか？いや、やっぱりまだ僕見てないけど虹谷じゃないですか。見ていきましょう。川瀬良子であったりね、この、重野五郎であったり、はいはい、バニーサイリっていうところは今回のランキングには入っていません。はい、正解です。あ、まあ、そうですよね。ちなみにまだね、上限チャップキャラとかいないから、だからそこまで野手ほど変動っていう意味で言うと少ない。そうそうそう、うん、あとランスが全体で入ってるんですか？入ってません。おお、入ってない。このあれにも入ってない。だからもうそもそも入らない。確かにランス気になるね。気になりますよね。うん、変な話、それの数値で円卓をやってる人がユーザーがどのくらいかって感じじゃないですか。そうだよね。でも円卓投手っていうのはやっぱり敷居は高そうだよね。誰持ってたいっていうのが結構多くない？例えば名教とかだったらさ、最悪変化だけ何人かいればみたいなのできるじゃん。はい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 。でもやっぱり円卓キャラ入れなきゃいけないとか、まあこいつは持っときたいみたいなのが多すぎる感じはあるかな。いや、でも同じっすね、野手と、変な話、円卓キャラ一枚持ってなかったらアーサー PR 一枚でいいっすね。おお、なるほど。それでなんとかなります。やっぱ結局金徳で2つ取れて、かつ復活、で査定めっちゃ高いとこ取れるんで、多分俺のサブアカとかで言えば投資サクセスやるなら円卓？円卓だと思う。PR でいいから入れちゃう。モードと一緒ですね。まあ、その動画またじゃあどっかで撮りましょう。なるほどね。別にアーサーから金徳もらうんじゃなくて、アーサーがいることで復活が取れると思えばいいんだよね。そう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 。めっちゃ強いじゃん、そう考えたら。めっちゃ強いです。じゃあ逆に言うと、アーサー SR 持ってる、絶対円卓投手やったらいいっていう考え、そこもまた言いづらい。まあ得意練習譜面、名球譜面、名球の得意練習譜面、例えば野球マンとかアンドロメダケースね、とあとヤミスバ、イノー、この得意練習譜面をデッキから取れるんだったら名教とかですね。美課金無課金の方とかって限定キャラその持ってないと思うんですよ。ヤミスバ、アンドロメダケ、投手多いしね、野球マン、なんでそういう方たちはアンサー持ってるなら、まあおそらくデッキバランス見た時に円卓かなと思います。まああと挑戦者大谷が3位に入っていたり、大谷投手で使ったことあんまないかも。金徳、あ、書いてますね。金徳そう選べる、ここがまずでかいっていうのと、あとはコツも悪くないですし、試合金のボーナス、使い勝手がいいですね。なるほど。4位ルシファー、赤月守るも5位。まあでもここら辺になるともう本当に投票数も割と少ないですね。10位の下が投票数でございます。まあなんか俺これパッと見て思ったのは、はい、大谷、ルシファー、激闘の鳴海あたりは投手だけじゃなくて野手としても使えるわけじゃん。はいはい、なんかそういうマルチな感じで使えるキャラが本当に増えたよね。そうですね。まあ鳴海に関して言ったらね、ちょうど1年前のイベントの報酬でしょ。ああ、そうですね、ちょうど1年前ですね。もうすごいね。そうですね、息が長いというか、はい、こんなにも第一線で活躍できるキャラってそういないよ。はい、それでいうとやっぱスバルもそうですよね。野手ではサイガー、投手ではスバル、一番最初の方にねいたキャラ見たいですよ。まあ、覚醒があったっていうのもあるのかな。そうですね、まあ、やっぱり今上限チャップがね、コントロールのみなので、まあ、コントロールコツ持ってるっていうところでいうとやっぱり入れたいよね。そうですね、まあ、それで言ったら虹谷もそうだよね。少なくてコントロールコツもらえる確率が増えるっていうことを考えてるね。西田に連れてって、ヤミスマもしからスバル、はい、連れてきたいよね。そうですね。投手の上限チャップってどうなの次？やっぱりスタミナじゃないですかね、現実的なのは。
変化を7から8個できるってかよくわかんないです。あ、確かに恩恵どのぐらいあるのかわかんないし、はい、それで言うとやっぱスタミナ、アーサーも絶対必要になってくるよね。はい、アーサーに俺ついてたら凄まじかったね。いや、それはやばいっす。それはやばいっすね。なんかそういう噂もあったよね、出る前。そうっすね、さすがにそこはつけてこない。でもなんかそういうことを考えるとさ、やっぱりコナミ側もちょっと慎重になってるのはあるよね、上限ジャンプに関して。そうですね、やたらめったらつけてこないじゃん。はい、なんか一番最初にツノリアが出た時かな、もう絶対ツノリア必須だっていう時はこのまま上限ジャンプキャラがどん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 増えていくっていうのを勝手に想像してたけど、ああ、はい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 、ちょっと冷静になってちょっと落ち着きながらなんかやってるなっていう感じはしてる。そうです、なんだかんだ半年パワープロの日に、うん、園田リアが初登場して上限値アップ、うん、ついてから半年ですよね、もう。そうだね。で登場、うん、ツノリア、ユニシキ、エプロンシドレミ、サイキ、で1ヶ月1体ペースですね、約。困るね、それでも。それでも多いっすよ。多いね、 2,3 ヶ月に1回ぐらいで本当はいいっすね。だって言ったら、だって彼女キャラなんてもう決まったメンツしか使ってないもん。はい、今後どうなるかね。そうっすね、まあ野手ランキングの方でも話したけど、やっぱり連れてくキャラっていうフレンドで借りるキャラが変わってくるからね。うん、そう、暁守とかどうですか。まあ暁守、うん、今までこう自分が動画とかで喋る上でやっぱ前触れが強い、とにかく、うん、でかつ試合権限でボーナスっていうのが、まあ暁守の最大のポイントなのかなと思うんですけど、まあ、あと急速とかもそうですね、うん、と思うんですけど、でも使い勝手としてはもう今の時代正直きついですよね。きつい、イベント多いし、はい、いやそこで言うとちょっとどうなのかなっていう、語彙どうなのかなっていうふうにはちょっと思っちゃってますけど、結局変化固めが今もう影響で変化固め当たり前だと思って、うん、暁入れてる人はどうなんですかね、暁強化のタイミング。本当にイベント来るときヒヤヒヤだけどね、うん、そうですね。あ、成功率で言うとでもモードとそんな変わんない気もしてますけど、ね、割と高いっていう感じ。じゃあ闇スバとはどっちか、闇スバの方がきつい。きついっす。なんか最近スバルの通常バージョンでも覚醒してる人結構見るよ。はい、うん、なんかもうそっちでいいじゃん的な、うん、成功率的に。そうです、闇スバにして内無双を取るんだったらスバルにしてスタードライブの方がいいんじゃないか、査定できるよねっていう話もあるんだよね。そうっすね、まあただ闇スバコツいいから、伸びコツ持ってますからね、コーチやっぱそこめちゃくちゃ強いっすから。イヌキに関してはどうですか、めっちゃ思います。イヌキ、あ、覚醒か、精密機械っていうのがちょっとっていう感じですかね。まあ円卓でも使いづらいからね。はい、で、あの特技練習やっぱりコントロールじゃないですか、はい、その時点でちょっと円卓と名強ではうんっていう感じ、まあ、だからシラスではありっていう感じじゃないですか、ね。まあ、野手では話さなかったけど、あの覚醒キャラ、はい、次どんなキャラが来るのかっていうのもちょっと楽しみだね。そうですね、やっぱり今まで日を当たらなかった、浴びなかったキャラとかも覚醒によって一気に輝きを、うん、ね、出したりあのするのあるからね。はい、うん、下にも強くたね、うん、強いっすよね。下にも一番の強さってどうですか、金属が選べる。1個ってやると難しいっすね、正直ね。あのタックがそんな強いかって言われたら、あの35、45で勝っている分にはそこまで強いわけでもないんで、絶対的にアベレージがいいって感じじゃないですか。所持骨がいい、テーブルもまあいい、金属選べるのもいいよし、コント強し、サッカーで言ったらユーティリティープレイヤーとか、そうっすね、有酸素みたいな選手ですね。そうそういうことです。全部がいいみたいな、ジョルカイフとかする選手です。あの変化球ランキングの方見てるんですけど、なんか山口の別バージョンが来るみたいな
ありますからね。ありますね。あれどうなんですか。どうなんだ。ずーっと言われてましたからね、半年前ぐらいから、いつ来るんだいつ来るんだ、精神ボタン持って出てくるんだろうって。うわそれやばいじゃん。さすがにそれないと思いますけど。ルシファー以来ですか。ルシファー以来。でもまあ本当にそれで精神ボタン持って金とか変わって出てきたらすごい面白そうですけどね。実はすごいかっこいいらしいですよ山口。知らないけどな。だって目光ってるもん。化け物じゃないですか。目光ってる。これ朝の方がよっぽどかっこいいだろ。でも実はだからね。なるほど。パワーにはね、実はかっこいいかもしれないです。まあちょっと早いですけど、新しい資源のゴールとかどうですか。新しい資源のところでジャイロフォークが成功しないんですよね。そこの成功率ちょっともう少しどうにかしてもらえないですかっていう。資源のところさらっと投げてましたよジャイロフォーク。実際の漫画じゃね。もう少しそこもさらっとアプリでもやらせてくれと思いますけどね。かっこいいんだから。いろいろ三田村智明、風投げ、ここら辺はどうですか。それも風投げ使わなくなっちゃいましたね。復活だっけ。はい。風向き使わないな。まあでもこの書いてある通りシラスではやっぱぶっちぎり、うん、絶対入れたいキャラですよね。無限指導復活でイベントも軽い、はい、臨床ポイント取れる。シラスみたいなところで言えばもうぶっちぎりで一番入れたいキャラって言っても間違いないんですかね。個人的には三田村好きですよ。だから全体のそのいろんなシナリオに対してこう使いやすいっていうのが三田村かなっていう印象ですね、うん、やっぱイベントの回復多いですし技術ねしっかり稼げる、はい、そういう点でまあ風薙よりいろんな高校で見たら三田村だと。昔の北斗枠だよね。そうですね。おマグロ、うん、ここも今風薙と言ったように復活っていうのが強い。まずそこじゃないですか。トラの宣伝してます。最近70万ダウンロードってたんですよね。知ってる。アップデートしたら70万でやりたいですけど。ここでランスも入ってますね。メンタル守備、うん、あここはでも薫か。まあまあまあ体力回復とか。いやでもなんかランスロット使い方がさ、なんか全く別の使い方じゃん、まあまあそうすね、唯一無理的な使い方になってるじゃん、はい、なんか競いようがないよね。確かにそうですね、うん、うん、まあまあそう言われるとそうですね。で彼女最強ランキングはまあでもしょうがない、はい、1です。あれでもここにユニキバとかが入ってこない理由は何なんですかね。まあね、だってあの子も伸びくれるよね。くれますね。伸びとパワヒでしょ。いやしちゃったらパワヒでしょ、はい、まあなんかあるんでしょうね。優秀なコンボイベント経験って方が、ああでもユニキバ2票。可愛いとかもなんか査定に入りそうだからね。まあまあガマ口はでもまあ確かに強いのは分かりますね。やっぱ告白イベント2回あることによって玉持ち取れるとか、そのテンポあれもそうですし、イベント経験って高い、うん、でもユニキバの伸びやっぱ絶大じゃないですか、ね、あれ成功失敗あんだよね。あります。ある。でもあれ割と成功率高いぞ。悪くないです。しきちゃんみたいな感じ。しきちゃんほどじゃないですね。はい。しきちゃんでもでもなんか時期で。あ時期なのあれ。時期っていうかその。うん、いやセクワンできたから成功するとかじゃないですけど。そうなんかひどい時でも3回に1回ぐらいしきちゃん成功しません。うん、キバ静かに関しては。俺4連敗っていう記録を持ってるけどね。それは持ってなさすぎますね、うん、いやでも気合に関しては多分カズさんでもじゃあ多分3回に1回は成功する感じだと思います。おー結構きつい。4連敗はさすがにユニキワで4連敗は多分しないと思います。まあ四季のことで言うとね、俺あれなんだよ、まあ野手の話になっちゃうんだけど、守備職人、はい、持っとっちゃうとなんかでねもう成功しない。なるほど。俺の気持ち的にもう成功しない。バシ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 も言わないから。
なるほど。まあでもトータルして言うとやっぱりこの最強ランキングを見ることによってそのね、どのキャラがどうだっていう話ができるのがまず楽しいね。そうですね、うん、あとなんかみんながやってるサクセスだったりっていうのが分かります。うん、なるほど、はい。まあ、こういうところでルシファーが入ってくるっていうことでまだ知らせやってるんだなっていう感じになるしね。そうですね、はい。名教でもまだルシファーいるし、やっぱり精神棒な持ちの変化球キャラっていう貴重ですか。そうなんですよ。まあ復刻あんのかないのか分かんないけどね、そこはちょっと期待しながら待ちたいです。はい、まあ、でも本当こっからはちょっとどの高校が強いかっていうところでもっと分かれてきそうですね。おう、そのシラスが強いとか、うん、影響が強い、円卓が強い、円卓強い、円卓にやりたいから円卓キャラが入ってくる。そうですね、そうですね。ランスがここで1位とかになったら、ああもう旬なのは円卓なんだっていう判断できますし、まあ、3位2位にアーサーがいるのはやっぱ円卓がその強い、うん、やってるんでしょうね。やってるからやっぱりアーサー1位だと思うんですよ。あ、1位2位だと思うんですよ、うん、で3位の大谷に関してはイベント経験が高いということでシラスとかがすごい向いてると思うんですよ。その試合経験でボーナス含めシラスやってる人たちがやっぱ3位に大谷選んでるんだなとか、まあでも4位5位見てもそうですね、シラスが結構多いのかなっていう、シラスで使えそうなキャラかなっていうイメージですね。そうだと思います。まあ皆さんもですね、あのぜひともこのキャラ忘れてないかとかね、このキャラ私の一押しですみたいなことがあったらぜひともキャラの感じでいいですか。そうですね、まあ、でも意外と、うん、意外とっすよ、野手と違って投手は35でも使えるキャラがこの中めっちゃ多いですね。おお、スバル猪木やったりとか、スバル猪木、なるみもそうかな。なるみはちょっときついですね。45で連勝効果、40でやっぱあの固有がついてなんで、なんだっけ連勝効果アップだっけ、 20% はそうですね、45から。ルシファー35で使ってる人いるもんね。ルシファー35もまあいけますね、影響ならいける。虹谷もいける。虹谷、アーサー、大谷とかも、まあ、35でも使える。赤スクロールに関してもまあ変な話、シラスで使うなら試合限定欲しいですけど、やっぱ球速骨とかもやっぱ絶大な強さ誇ってるんで、シラス以外でだったら35でも使っていいキャラです。なるほど。結構その辺はちょっと当初面白いですね。野手だとやっぱり45で試合経験でだったり、うん、50で練習効果っていうキャラがちょっとあのトップで多かったんで、そういう意味では当初の方が限定キャラが多くなっちゃいますけど、でも35で使えるキャラが結構トップ10入ってるなっていうふうに最後思いましたね。わかりました。まあ皆さんもね、ぜひともあのコメント欄にいろんなご意見お寄せください。はい、そんな感じでよろしいですか。はい、また動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。